恒例 の, あのメタフィシカの学業会の話です。哲学は真理の探求ですから、悪意なき厳しい質問を、ね、出してください。で今日はちょっといろいろややこしいあのスケジュールになりそうなんですけども、進行係、直さないでほしいと思います。とりあえずは午前中というか第一部は1時間ずつで12時まで12時まで12時過ぎになりますが、一応午後は2時からなっているんですが、教員がちょっと5時からでが伸びそうなので2時半ぐらいですけど、ただ今日はここ6時に出なきゃいけないので8時まで取っているので考えたいかなと思います。例えば一応午後は2時から週2時から発表者は中村さんと、宇多田さんと原さんです。午前中はじゃあ藤野さんと対応します。藤野さんはい、はい、で、私は最初はい、そうですね。それじゃあ早速、午前中は文献紹介ですね、です。で、まあ、論文じゃないですけど、論点としていろいろ面白いことが出てくると思いますので、次の論文もよろしくお願いします。それでは、お願いしますか。最初に少し何分かやります。そうですね。こうしたものがスポーツの大学結論、これが16分の結論
概要として申しますと、まあ、とにかくですね、まあ、炎上属性と C 属性、まあ、今風に言い換えると、まあ物理的なものと C 的なものなんですが、この中に、因果関係が成立しないという以上は、関連ですね、まあ心的なものですが、こいつの内容というものはとにかく、他の関連との関係で規定されることはあっても、物理的なものですね、炎上属性に属するものから決定されることはないもの、これがまず一つ出てくると。でここから、まあ、関連内容の相対性というものがあるんですが、ここからですね、意味の全体のどちらですね、失礼しました。ちょっと今の間違いですね、もう少し紹介していただきますが、そうしたですね、まあ、独立性から出てくる内容として137件、先にこちら説明したいと思います。中ほどにですね、表彰の本質条件が、これが先ほどの関連内容はとにかく関連で信頼が決まらないと、ここから出てくる内容になります。こちらは先ほどの定義論との関係から答えているということなんですけれども、結論から申しますと137ページの一番下ですね、C 属性外の参照、事柄を参照することなく対象を同定すると、これが C 属性のものが物理的なものであらずにその、対象を同定すると先ほども申し上げたんですけれども、このために諸関連は対象の本質的な特性によって統合対象を同定しないと、こういうことが出てきます。で、さらにですね、ここから、さらに提示されて表彰の因果条件というものがございますが、じゃあその本質的、条件をですね、取られるためにどうしていないかというと、そうした関連を持っているですね、まあ心的なものがですね、その関連の原因を、まあ、全て持っていなければならない、こういった議論がされていまして、そうした、まあ原因を全部持っている、これを因果条件と呼んでいます。すると、その原因をですね、全部持っているかどうかということが、当のですね、表彰している、まあ、精神ですね、それに、まあ、相対的になってしまうということで、関連内容の精神相対ですね、まあ138ページの後ですね、こんなになっていくわけです。とにかく、自分が持っている関連内容というのが、当の持っているものですね、持っている精神が他に、その当の関連の原因をどれだけ有しているかになってしまうと、こういう条件が、精神相対ですね。で、138ページの下の方に出ているんですが、このですね、精神相対性というものであるとかは、マクワインですという議論とですね、つまり意味の全体のと結びついて考えていまして、まあ、翻訳のマニュアルというものと、精神がどれだけ原因を持っているかということを結びついて考えているということです。まあ、これが一つです。まず、心的なもの全体のものが出てくるということですが、もう一つですね、主要なケースですね、ちょっと、意味の全体のありますが、もう一つが、心身問題として139ページの中の話になります。ありますが、まあ、因果的な文脈の不透明性と非構成的性、これが寺岡さんが、この因果的な文脈の不透明性というものが、まあ、なければですね、その他の心身問題理解できないというのが寺岡さんが言っていますが、少し長くなりますが、議論を紹介したいと思います。139ページの第3の、その下の方にですね、中黒川島ですが、ここなんですが、まず、先ほどの心身の同一性に関してですね、ドラマティックに、いつも有名なものですが、批判がなされておりまして、まあ、これに応答するということであるのかというふうに思います。でまあ、そうした批判のですね、まあ、ガイドラインとかアウトラインですね、どんどんなるかというと、その下1番、2番、3番でございますが、延長状態というですね、まあ、普通的なものですね、それと、延長状態。A は B の原因であるということが分かる。そして、まあ、その他は、延長状態 C をですね、同じものの関係になってしますので、延長状態 A と C 状態1が同一だ。この2つです、ね、を仮定すると、C 状態1が延長状態 B の原因であると言ってしまう。こうすると、C 状態と延長状態の間で因果関係が成立しているということが、まあ、よろしくなる。これが批判の。これに対して、ダイアログが論じる内容が、差し越した、まあ、同一性能でですね、C 状態と炎上状態を置き換えるというのは、因果的な文脈の周囲の透明性を前提としている。これがダイアログ化の論じるです。それに対して、まあ、スピノザはですね、1ページに出て140ページの上の方なんですが、一番の文脈はいくつかあります。全ての同一性能の状態は、自らがそのようになっている、性能の状態が考察されるというのを一般に関与できるとしている。もう一つが、他の属性の元で考察されるというのを、この
想として考えますと、エスピノザは、創造主義の不透明性というものを、全然知けないんです。不透明性というものを明らかにしていく。明らかに自分たちが欲しいというところで、ベネットの判定に当たらないという立場です。で、そのような視点で見た上でですね、スピノザの心身を見ていくと、その、同一性というところで、一番初めにですね、延長属性、延長属性と C 属性というものがお互いに因果的に作用しないんだということを前提にしているんであろうかと申しましたが、そこを持って持ってきています。そうしたふうな因果関係が成立していないというふうには確かに言っていただいているんだけれども、まあ、このことは、かといって、トーンをですね、真理なものとするような動物のものであるということは何ら否定しないというふうにであろうかと申しまして、まあ、そうしたふうにして、スピノザの動物で、まあ、延長属性ですね。これが同一のものに異なる表現だということを読んでいます。そうした同一のものに異なる表現だというところを、まあ、結論に持ってしまうんですが、定義予想の非法則その、定義ですね。これをそこに見ようとで先ほど、少し述べましたように、N の全体というのを、まあ、スピノザとデイヴィソンの価値観であろうかと思います。がまあ、デアログの議論によりますと、まあ、スピノザは結論を取り出してくれている定義予想として極めて近しいものだというのが結論です。ただまあその一方でですね、当然この両者たちが完全に一致するわけじゃないということは当然であろうかと思います。で、まあ具体的にはですね、まあ定義予想は真理的なものと的なものの間の仮定構想ですね。まあ、この存在はまあ否定していますが、まあラフに何かそういった存在があるということは、まあ、当然認めるというか、前提として持っているわけで、まあ、スピノザは当然そのわけではない。まあ、これが一番大きいです。特にまた、デアローから指摘する点としましては、ちゃんとスピノザとデイヴィソンの相性、まあ、結論が似通っているとしても、まあ、出発点は全然違うだろうと思います。デアローはとにかく、この本書の中で、スピノザにおいて、まあ、原理というのは、物理的なものと、心的なもの。この間の、まあ、いい関係がないんだ。これがスピノザの原本です。そこから、まあ、非法則律原本的なものが出てきたというわけなんですが、デビューソンの場合には、真理的なことがないと、全体のです、ね、これがあるから、ということが、まあ、まあ、前提になっていると、それがちょっと怪しいかなというふうにするんですが、あれでロックアスにしていると。そういった前提が違うんだけれども、まあ、そこが自分の持ちを見せている。これがまあデアロックアの最後のところになります。デアロックア自身はですね、まあこの両者の立場の近似性といいますか、これについてはなかなかうまくいえないところがあると言っているんですが、最終的な考え方としては、デイヴィソンとスピノザの間にある重要な基準のサイトは、まあ、このサイトの上に重要な類似性と密接に絡み合っていると、そうした経緯上のサイト、まあ、このようなことをしています。で、まあ、これはこの後ですね、まあ、あまり書いていないんですが、まあ、実際の両者の立場は、外見外見に似ているところが多いと。ただそれ以上にですね、何か読めるかというところが恐らく今はないです。実際の因果関係についてもですね、おおむね、まあ、デイヴィソンの非法則的知見を得た、特に、因果的な考え方の真理に関する相対性、これを宣言すれば、スピノザの因果関係の微分ではないかというのを、まあ、だいぶもう出されたというところがあって、先ほど申したように、まあ、デイヴィソンが出会ったのこの議論で、まあ、何切りが過ぎたのか、その後はまり議論が過ぎたんですが、まあ、まだまだですね、そうした表面的に似ているということを留まっているところがあるので、その後、まあ、どれだけ表現していけるかというのが、問題かなという感じになります。で、まあ、最後ですね、一体分析していくか、まあ、僕の評価が一番最後に似ているんですが、まあ、デアロックがですね、まあ、何度も申し上げて、シギ属性と延長属性の繰り返すと、これを、まず、スピノザの原理の一つにしたいと思います。その上でですね、その秘訣、スピノザの議論を現代の文脈に据えようというのが、まあ、彼の試みだったと。まあ、そういう意味の場合は、まあ、彼のこの一貫した視点で彼のところがいいと思いますし、大学の意図ですね、スピノザを、まあ、そうした文脈に続けようと、まあ、そのための、まあ、手段として、まあ、この本書になると、まあ、その目的は十分に達成できるんじゃないかというのが、まあ、まあ、ダイアログが指定する繰り原則はスピノザを現在のどの本質に回したらできるのかとして浅いに繰り出していると、まあ、僕の回答です。
アディアでいいと思います。まあ、そういう点でもしっかり考えています。本書の概要とその部分上は以上になります。そして、ゴールについてもはい、はい、はい。どう？まあ、ちょっと補足しておくと、このデラロッカっていうのは、アメリカですね。アメリカのデザートして、まあ、スピノザ研究っていうのは、アマリスの分析系の英米系の人たちはあまりやってこなかったんですけれども、この人は珍しくですね、そういういわゆる分析系の伝統の中で、スピノザ解釈をやろうとしている、まあ、そういう意味で非常に面白い研究者なんですね。で、今話が出てきたようにキーパーソンは、まあ、もちろんスピノザですけれども、もう一つはドナルド・デイビッドソンですね。で、デイビッドソンがその、非法則的一元論という定説を出しているわけですけれども、これは別にデラロッカが、まあ、そうだとデイビッドソンに似てるとか言ってる、これはデラロッカはもちろんそう言ってるわけだけど、これはデイビッドソン自身がそう言ってる。スピノザ国際スピノザ会議でデイビッドソンが出てこのスピノザの形状を使ってやってるということを言っています。だから本人が自覚しているということがあります。でそういうわけでこの紹介というのは意義があると思うんですけど、というのはスピノザやってる人はこの設計のことにとれる、で分析やってる人はスピノザにとれるというので、まあ、いわばこう何て言うか、語学のところなんですよね。でだからどちらの他の人に親しんでる人も分かんないことがたくさんあると思うので、ぜひこういうチャンスですから、質問を出してみたいと思います。どうでしょう。だから我々が心身問題、因果関係があるのかないのか
言って悩んでる人になって答えが合わないんですか。これ以外には何もそうです。他に存在するとして我々考えるのは全部そのようになります。
という以上を何か一つですね、まあ、鉱物です、これも両手になってますけど、あれば、そいつを神と同じように無限量の特性で表現されているんだという、そのとおりで、そのまあ、等の同一のもの、まあ、どうやってそれが分かるのかといえば、まあ、そうした鉱物が全て神の状態だからというふうに答えるしかないんだ、まあ、それの形ばかりでもそうなると思います。なので、もっと大きな非常的な前提というか、まあ、そういうものがある。すみません、僕ちょっと予習してなかったので後で。Gracias.